そうだ、アスナに会ってこよう。キリト君、無事解決おめでとう。やっぱり大活躍だった。それほどでもないさ。アスナにもかなり助けてもらっちゃったし。いろいろあったよね。二人で鍵を見つけたり、ペアの指輪を見つけたり。ああ、そうだったな。俺はアスナが作ってくれた味噌汁の方が記憶に残ってるけど。キリト君は食べ物のことばっかりなんだから。でもそう言ってもらえて嬉しいな。こっちこそ、いつもありがとう、アスナ。それじゃあ今度のお弁当も頑張るよ。そういえばアスナ、俺がもしも AI、 そのホローデータだったらどうする？目の前のキリト君を見てそんなこと考えられないかな。そうだよな、ありがとう。でもホローたちは記憶も思い出もある、感情もあったみたいだし、俺が SAO の中にいるのと何も変わんないかもってさ。もしかしたら今ここにいる俺が本物じゃなかったら、なんてな。じゃあ試してみる？え？え？ああ、朝強いって比較的マジで。いつものキリト君だ。すっごいあったかいもん。これでわかるのか？わかるよ。キリト君が少し不安なのも。こうやって誰かにギューってしてみたり、話してみたり、少しずつ不安な心を埋めていると思うよ、アスナ。それにフィリアちゃん助けちゃったし、私も少しは不安だし。でもそれは仕方ないだろ。分かってる、分かってるけど不安なのは仕方ないじゃない。ごめん。分かった、私を不安にさせたのを許してあげる。キリト君をいっぱいギューッとしたから。ありがとうアスナ、これからも変わらずよろしくな。もちろん。さて、いろいろとあったけどこれでようやく。アインクラッドの攻略に本腰を入れられるね。ああ、明日からも一緒に頑張ろう。うん。いらっしゃい。なんだキリトか。どうした、なんか用事か？じゃあ早いところ注文してくれ。何にする？
走るか？こっちこっち。どうかしたの？リーズさん、聞いてくださいよ。例の噂の演劇ギルドの公演見てきちゃいました。へえ、それでどうだったの？とっても素敵でしたよ。衣装やセットも本格的で、役者さんたちもとってもかっこよかったですし。演劇ね。まあ確かに娯楽には飢えてるし、面白そうではあるんだけど。私もああいうの一度やってみたいな。やってみたいって言ってもそう簡単じゃないでしょう。大道具とか小道具とか練習の場所だって必要だろうし。そんな本格的なのじゃなくていいんですよ。ちょっと真似してみたくなったなってくらいの話です。じゃあ学園祭でやるくらいな感じ？みんなが知ってるお話なら案外私たちでもできるかもね。桃太郎とか浦島太郎とか、あとは白雪姫とかシンデレラとか。西洋風の方が衣装は華やかになるかな。登場人物を考えると、白雪姫？白雪姫ならキリトが王子様で、私がお姫様かな。ほらほら、なんといっても大人の魅力があるし。パパが王子様ならお姫様は絶対にママです。ママはパパのお嫁さんなんですから。それなら私でもいいんじゃないかな。ほら、私ってキリト君の妹だし。人間関係で決めるんじゃなくて、舞台をやりたいなら王子役と息の合った演技ができる人が主演をやればいいでしょ。だよね。お嫁さんとか妹とか関係なくて、どれだけキリトと本当に仲がいいかで判断だよね。私はキリト君との兄弟関係を抜きにしても仲はいいし、息もぴったりだよ。話は聞かせてもらったわ。さっきからいたぞ。私はキリトと会ってそんなに時間は経ってないけど、そういうのって時間の長さだけじゃないよね。どれだけ濃い時間を過ごせたかっていう密度の問題だよね。そう考えると私が一番適任かもしれない。確かに単純に時間の長さでは測れませんけど、人と人との間柄っていうのは時間とともに育まれるものだと思います。じゃあゆいちゃんがお姫様っていうことでどうかな。ほほう、そうきましたか。それじゃアスナは悪いお妃様だね。リーズ、誰が悪いお妃様よ。ごめんごめん。まあまあいいじゃない、息抜きだと思って。ねえ、王子様としてはお姫様役には誰を指名するの？もしそのなんだったら、私もたまにはお姫様とかやってみたいな、なんて。抜け駆けはダメですよ。そもそも舞台をやりたいって言い出したのは私なのに。
です。あ、ってなんだ？今日は随分盛況じゃねえか。さっきまではそうでもなかったんだがな。なんでも舞台をやるんだという。へえ、舞台ね。浦島太郎でもやるのか？白雪姫ってことで話が進んでるみたいだぜ。白雪姫か。で、誰が白雪姫で誰が七人の小人なんだ？その白雪姫を誰にするかで話が混乱してるのよ。ちなみに王子様はキリと固定みたいね。なんだよ、揉めるぐらいなら俺が王子様をやってやってもいいんだぜ。沈黙すんじゃねえよ。試しに行ってみただけだろ。試しによ。まあ、冗談が過ぎたってことだな。ったく、余裕のねえ連中だな。冗談も通じねえと来てやがる。で、キリトはどうするつもりなんだ？だから、私が一番適任？私です！皆さん、少しは遠慮してください。白雪姫は私だよ。そんなことないよ。私に決まってるよね、キリト。で、本当に誰にするつもりなの？ま、それが一番後腐れがないかもな。白雪姫、どうしたんだ？白雪姫。くれ、白雪姫。なんと悲しいことなんだ。で、最終的にはキリトが白雪姫で、他の連中が小人をやるってことになったって？まあ、キリトが決めたっていうのか、他の連中が決めたっていうのかは微妙なところだがな。小人が7人から8人に増えたのは新解釈っていうことで落ち着いたらしいぜ。王子様はピナだとよ。まあいいけどよ。そんで連中納得してるのか？さあな、本人たちに聞いてくれ。
これからちょっと時間取れるかな。私たちとパーティー組んでほしいんだけど。いや、そういうわけじゃないんだけどね。なんでもないわよ。私とリズさんだとちょっとレベルが足りない場所なんです。だから手伝ってもらえればと思って。場所はあそこのダンジョンの奥よ。私とリズさんでクエストを進めてたんですけど、最後に秘密のお店に行かなきゃいけないって分かったんです。クエストに成功すればお店の NPC からアイテムがもらえるんだけど、その NPC が人間不信っていう設定でさ、クエストを成功させるには私たちがその NPC に危害を加える存在じゃないって証明しないといけないみたいなんです。それだけじゃなくて、その装備を全部集めた事前情報だと、下着とタオル以外はダメだって。そうなのよ、最初は騙されてるのかなとも思ったんだけど、情報の出所は信用があったし。だからキリトには私たちが無防備になる間守っててほしいの。ありがとうございますキリトさん。そう言ってくれると思ってた。じゃあ早速出発しよう。あそこです。ほら明かりがついてます。じゃあ私たちはこの辺りで脱いでいかなきゃいけないから。それだと店の中から NPC に見られちゃう可能性がありますから。今から脱ぐから、目はしっかり閉じて、絶対に開けたらダメだからね。ならこっちを見ないで、見たら承知しないからね。すみませんキリトさん、それじゃよろしくお願いします。じゃあキリトはここで待ってて。ごめんキリト、今は何も聞かないで。クエスト無事達成できましたね。しただけあっていいものが手に入ったわ。これならみんなにも教えてあげてもいいですね。そうね、フェイク情報じゃないこともちゃんと分かったことだしね。
ました。ところでキリト、あんたはなんでこっちを見ているのかしら。いいから、あんたはあっちを向いてなさい。お疲れ様、キリト。ありがとね。やっぱりそれ聞くの？リズさん、いいじゃないですか。手伝ってもらったんですし。まあそうだけど、あの NPC のお店、実はオーダーメイドの下着を作ってくれるお店なんです。着心地がとっても良くて、すごく気分がいいんです。普通のアイテムだったら見せてあげられるんだけどね。あ、でも私はキリトさんだったら。別に何も。私も聞かなかったことにしておいてあげるわ。I'm going to share some of my blood with you. This will most likely save you,